スパークリングチェリーのスパークリングナイトコレクション、スパークリングチェリーです。2020年も本格的に始まって、節分も終え、いよいよなんかこう勢いづいてきた感じですけれども、前回前々回と、2回あの最新のライブ映像をお届けしたんですけれども、ここからはまたスパークリングナイトコレクション過去のライブからえりすぐりのライブ映像をお届けするという、ことで、今回お届けするのは2016年6月23日12回目、ゲストは伊藤銀次さんでした。この時に、やった楽曲、国分ゆりえさんのスノップの夜へを初挑戦したんですけれどもね、とてもキーが高くって、大変だったんですけど、すごくやりがいがあった楽曲だったんで、早速聴いてみていただければと思います。それではどうぞお楽しみください。難しそうですね。そうね。あのね、これね、キーが高いんだけど、キーを低くするとこの雰囲気出ないんで、原曲のままでやりましたね。オリジナリティですね、これね。そう、この曲はバンマスがやろうって言ったんだっけ。そう、あのね、これドラム、青潤さんなんですよ、オリジナルが。で、ドラムの西村くん、完コピしてやってくれてるんですけど。力が入っていい。そう。でもね、青潤さんはね、フィルがかっこいい。かっこいいよね。多分日本で一番フィルかっこいい。かっこいい。このフィルでないとダメっていうフィルになってるよね。うん、そ
そうですね、完璧な曲知ってる人はね、このフィルを待つっていう、あのフィルごとまとめてもうなんか中の曲になってるからね。プラスティックラブもそうなんだけど、ね、やっぱねドラムのフィルってなんかこう印象に残る、そうですね、そういう曲の一つですよね、うん、でこれもプロデュースが林哲司さん、83年ですよね、はい、皆さんご存知、デビュー72 Years Hours っていうアルバムですけど、はい、いいアルバムですよね、名曲ばっかり、メリーゴーランドのみたいなアルバムみたいな感じのジャケットのジャケットのあの名盤の匂いがプンプンするような感じの表紙ですね。でこの後、国分さんはなんと青ちゃんも好きなジョージ・デュークのバックね、バックでコーラスやったり、あと門松さんとデュエットしたり、なんかどんどんここから出てきはりますよね。あ、宮崎さんドラム？いや、そうね、今は宮崎さんがツアーメンバーでライブやるときはレギュラーで、宮崎さんがドラムを叩いておられます。素晴らしい、ほんとね。で、その後シャンバラのボーカルになられるんですが、シャンバラね、いつかやりたいね。いつかやりたいな。いつかやりたいな。じゃあ、次の国分入江さんのナンバーはシャンバラをやりましょう。リクエストちょうだい。